い時間なんですけれども、まあ、月の湯を知っていただくのはもちろん、茨城県のお酒に、まあ、こんなお酒があるんだよっていうのを、まあ、東京の方に知っていただければなと思っております。はい、今日私は息子のサポーターとしてお手伝い係に徹して伺いました。よろしくお願いします。私たちですね、今日は、月の酒造から2名来ておりまして、弊社社長の坂本恵子とですね、私坂本直彦が、ご一緒させていただきますので、よろしくお願いします。乾杯。乾杯。乾杯。クラナマでございます。クラナマうまいわ。クラナマうまい。マネージャーやってくれて。美味しいです。美味しいです。茨城県の大洗町、海の町で造り酒屋やっております月の湯酒造店と申します。弊社の特徴はですね、昔から地元に愛され、本当昔から変わらぬ手作りのお酒を特徴として、今頑張っております。弊社のお酒は、生魚、焼き魚、煮魚、本当いろいろな味にオールマイティに合う食中酒として飲んでいただけるお酒です。私以上にしっかりちゃんと話せてて、なんかごめんなさい、安心しました。ごめんなさい。冷やで辛口で楽しんで、テンデル缶にして柔らかい、1本で2種類楽しめます。そう、本当に2度楽しめます。はい、ぜひ今日お楽しみください。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。やっぱ何年経っても母にはかなわないなと本当に痛感しております。失礼いたします。名の付きこちら。バイバイ。